まりました。千葉県市原市、絶対俺がスペシャルスタジオ。さあね、まず先に、ハッテンさんからお話ししましょう。俺たちの方がね、もう書いてる通り強いってことを、はい、今回見せしましょうよ。はい、はい、いけるでしょ、いけるでしょ、はい、はい、大阪どうしたんですかね、はい、大阪に住んでる人もいるけど試合がこの初戦にやってきたということで、この初戦を取り込んで、まあ今日もう試合変更入る前からみんなで準備してそれぞれの気持ちで上がってると思うんですけど、まあ、分かってると思います。ほんま全体が上がります。全体自分らの思ってるこの100とかっていうののもう倍、200とか300とかそれぐらいの気持ちで戦わないかった感じ。もちろん俺らね、別にね、うまじめやんって言われてるけど、まあうまじめですそれも忘れなあかんし、僕ららしさっていうのね、今日関東に来ているね、関東から来る奈良クラブを一回見てみようと思うような人たちもいると思うんですよ。そういう人たちに、あ、やっぱ奈良クラブやるやんっていうのを見せつけてやらなきゃいけないんで、ちょっと半分あかんでしょ。俺たちがついている。
大事だと思うんですよ。で、僕たち、いろんなとこに行って、来年は全国になると思います。だから全国ですよ。で、それこそね、今年もみんな、和歌山のドバイのこととか、なんで最後に淡路島にあんねんとか、ね、いろんなとこありました。で、みんな、僕が行かないかったら、センター行って、で、岩田も行って、いろんなとこ行ったと思います。で、これはまあ来年も、再来年も、もうずっとずっと俺らそばにいるでっていうことを、ちょっと歌にしようと思って。作った歌があるんで、ちょっと分かる人は一緒に歌って、分からない人は口ずさみながらお願いしたいと思います。で、原曲なんですけど、ジブリの平成たぬき合戦ポンポポに使われてた、いつでも誰かがっていう歌なんですよ。ダララ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 ラ Just.
차 실고 있다. 많이 세워뒀네요. 라빈 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 Hey!
머리. たまたま休みになることができるっていう状況だったね。